本銀行は本日 2% の物価安定の目標の早期実現を確かなものにするために量的質的金融緩和を拡大することを決定しました。マネタリーベースの増加ペースを年間60から70兆円から80兆円に拡大するとともに、国債の買い入れペースについて日本銀行の保有残高の増加額を年間約50兆円から30兆円増やして80兆円にすると。量的質的金融緩和の導入以降1年半が経過しましたが、これまでのところ初期の効果を発揮しています。すなわち我が国の景気は消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動の影響を受けつつも基調的には緩やかな回復を続けています。もっとも消費税率引き上げ後の反動減は自動車など耐久消費財を中心にやや長引いています。またこのところ原油価格が大幅に下落しています。こうした需要面の弱めの動きや原油価格の下落は物価の下押し要因として作用しています。予想物価上昇率がどのようなメカニズムで形成されるかについては様々な議論がありますが、長年にわたってデフレが続いた我が国では米国のように予想物価上昇率がすでに 2% 程度にアンカーされている国とは異なり、実際の物価上昇率の変化が予想物価上昇率の形成に大きな影響を与えていると考えられます。実際の物価上昇率の伸び悩みが続けば、それがどのような理由によるものであれ、予想物価上昇率の好転のモメンタムが弱まる可能性があります。そうなれば、せっかくここまで着実に進んできたデフレマインドの転換が遅れてしまうリスクがあります。その意味では、我が国経済はデフレ脱却に向けたプロセスにおいて、今まさに正念場、クリティカルモーメントにあると言えます。今回、追加緩和を決定したのは、こうした考え方に基づくものです。今回の措置は、デフレ脱却に向けた日本銀行の揺るぎない決意を改めて表明するものです。消費税の2段階での引き上げというのは、法律で決まっていることですので、それを前提にして、見通しを立て、あるいは金融政策を運営しているわけであります。でただ、消費税の再引き上げの点につきましてはですね、政府で、経済動向を見極めてですね、決定するということになっておりますので、それはもうまさにその政府で決定されることであり、私どもの関与するところでは全くありません。従いまして、そういったことに影響を与えようとかですね、どうこうしようというようなつもりもありませんし、そういうことにもなりません。